今回は、1日平均6時間以上プレイしたら SS レア、S レア、何枚出るか検証してみた。タイガース対ジャイアンツの一戦をお伝えします。まもなく試合開始です。高速スライダー決まった。第2球投げた、外れました。第3球投げました、低め決まりました。ストライクを先行させています。ボールカウントは1ボール2ストライク。第4球投げた、打ち見送ってボール。ボールカウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、打った、先頭バッターが出ました。打った、セカンド取った、4、6、3、ダブルプレイ。初球打ち、高速スライダー決まった。2アウト、ランナー1塁。第2球投げました、低めのストライク、あっという間に追い込んだ。ボールカウントはノーボール2ストライク。第3球投げた、痛烈、一塁ランナーは二塁を蹴って三塁へ。初球打ち、センター下がる、右中間に大きな打球、長打高、タイムリーツーベース、1対0、1点リードに変わりました。打席には6番バッターが入ります。低め見送ってボール。追加点のチャンスを迎えているジャイアンツ。第2球投げました、低め決まりました。2アウト、ランナー3塁2塁。第3球投げた、打ちました、三遊間破った、なおも三塁一塁のチャンス、タイムリーヒット、2対0、リードを2点と突き放します。低め、これは外れた。追加点のチャンスを迎えているジャイアンツ。第2球投げた、打った、左中間深いところを破ります、タイムリーヒット、3対0、リードを3点に広げました。サークルチェンジ決まった、ジャイアンツチャンスを迎えています。第2球投げた、打った、二塁ランナーは三塁ストップ、ピッチャー疲れているようです。タイガース、ここで継投です。初球打ち、レフト下がる、レフトへの大きな当たり、レフト取りました、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツ、打った、ライト取ってアウト、打ち見送ってボール。第2球投げた、外見送ってボール。第3球投げた、カットボール決まった。第4球投げました、外見送ってボール。投球今度が5球目。第5球投げた、これは手が出ません、フルカウントになりました。ボールカウントは3ボール2ストライク。第6球投げました、打った、ショート正面、一塁送球、一塁アウト、これで2アウト。外、これは決まった。第2球投げた、低め見送ってボール。第3球投げた、低め、これは外れた。
第4球投げた、ナックルカーブ決まった。さあバッター追い込まれました。投球今度が5球目、第5球投げました。この方へのファウル、ボールカウントは2ボール2ストライク。第6球投げました、空振り三振です。この試合はボールのゲームとなりました。